それではお悩みを打ち明けてください。私、顔はセクシーって言われるんですけどなぜか水着を着るとセクシーじゃなくなるんです。これどうすればいいですか？はい、というわけなんですけども、はい、そうですね。以上、ちゅるるみです。待て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 。コーナー、すぐさま終わったよ、それからね。いいかなと思って。大変なことになっちゃうから。解決策だね。水着を着るとセクシーじゃなくなる？そういうことなの？それは体がセクシーじゃないんだよ。そうだよ。そんな風にはっきり言わないで！結構オブラートに包んでいったのね。ねえ、これでもね、包んだけどね。包んだの？うん。だいぶアピールしまくってましたけどね。ああ、やっぱり、妄想力、女性ホルモンを出した方がいいと思う。大きくしようってことですか？何を言ってないの？あれしかないでしょ。やっぱなんか、あれらしいですよ。ときめいた方がいいですよ。ときめいた方がいいの？女性ホルモンでしょ？セロトニンが出るらしいです。何それ？知らない。そういうなんかホルモンの、なんか、そういうものなの？あとよく笑うといいらしい。え、笑ってるよね、私。よく笑うとセロトニンが出るらしいよ。あ、じゃあそういう作りで笑いじゃなくて、なんか、心から笑わせてじゃあ。笑わせて。そういうことでも笑わせれないやないか。笑わせれやないか。そうそう。そうなの？女性ホルモンを出すためには何？笑うのと、あと、いつでも、女子であることを忘れない。そうだね。ああ、それはちょっと忘れがちかもね。忘れがちかもね、確かにね。そうそうそう。何でもやっちゃうからね。セイラさんって、でもセイラさん違くない？確かに。セイラさんはね。でも水泳やってたっていうのが大きいんじゃなかったっけ？でも水泳ってなんか逆にちっちゃくなりそうじゃない？あ、でも胸筋使うからとか。胸筋使うことやればいいのか。なんか。今、頑張ってチュリさんがね、動きやってるんだけどね、絶対ね、あれで。そうだね。なんかやっぱ誰かに協力してもらった時に協力か家族とかお兄ちゃん家族に大きくなれ大きくなれそういう呪文をかけていただくのそういうなんか魔術系に走ってじゃあちょっとじゃあそのなんか呪文ありますかね？どんな呪文ですかね？パラリラ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 終わりいや、今考えてる。考えてる。パラリラ、パラリラ、パラリラ。ルミさん。アイリンのパラリラ。待って、待って。苦しい。アイリンのパラリラ。アイリンのパラリラ。何これでいい体になるかな私。じゃあみんなで言ってみる？言ってみようか。せーの。パラリラ、パラリラ。パラリラ、パラリラ。アイリンのパラリラ。これでアイリーンも大きくなるよ。